はい、皆さん、こんばんは。こちらは、筑波大学のアランヤです。プログラミングチャレンジコースの第5週、グラフ、パーツ1。で、このビデオで、前回のビデオでグラフの基本的な知識を復習して、今回が、グラフの代表的な課題を紹介します。まあ、この課題は、ほとんど、BFS、DFS プラスアルファで考えればいいですよね。テーマとして、コネクテッドコンポネンツと、フルードフィル、トポロジカルソート、バイパティットチェッキング、アーティクレーションベクシテスと、ストロングリコネクテッドコンポネンツを、説明します。では、まず、コネクテッドコンポネンツについて。コネクテッドコンポネンツって何ですかというとですね、最初も言ったんですが、このグラフの場合ですと、これは一つのグラフなんですが、E が A と C と D と B がつないでない。つまり、このグラフが2つのコネクテッドコンポネンツ、つまりつながり部分 を持っています。ですね。例えば、まあ、このグラフだと1と2だけですので、このグラフが1つのコネクテッドコンポネンツ。これはすべて一つのグラフと考えたら、これが三つのコネクティブコンポネンツがあります。1と2と3ですね。まあ、課題の形で考えてみましょう。例えば、エクストラケーブルスっていう課題を考えてください。このエクストラケーブルスの概要がこれです。あるコンピュータネットワークが A のコンピュータがつないでいます。一部のコンピュータがお互いにケーブルでつないでいます。ケーブルでつないでる、コンピュータが、なんかその直接じゃなくても同じネットワークと言います。例えば A と B がつないで、B と C とつないでっていうと、A と C が同じネットワークに乗っています。では、あなたがすべてのコンピュータを同じネットワークにつなげたい。です。そうすると、ケーブルがどれぐらいが必要なのかですね。まあ、これを考えてみると、コネクテッドコンポネントを数えることができたら、コネクテッドコンポネント C の数がケーブルの数プラス1。つまり、ケーブルの数がコネクテッドコンポネントの数マイナス1。ですので、まあ、この問題が、ただ、あるグラフに対してコネクテッドコンポネントの数を数えてください。では、コネクテッドコンポネントの数はどういうふうに数える？自分でちょっと考えてみてください。続きます。では、コネクテッドコンポネントがすべての頂点をループして、で、まだビジットしてない頂点を BFS か DFS を実装するだけです。ですね。では、さっきのケーブルですと、まあ、もう BF、グラフの入力をしたという前提にして、ケーブルの数が0です。で、この for loop の中で、int 0から n 頂点までですね。0から n まで、ループします。で、これはなんか、まあ、前も見たの、visited 行列ですね。で、もし DFS、visited 行列 i イコール0。つまり、i がまだ visit してない。ですね。i がまだ visit してない場合だと、DFSi。まあ、これは BFSY でも構わないですね。BFS か DFSY。で、これを実装してケーブルの数を1個増えます。で、これを繰り返して、もしこの DFS で全ての頂点をビジットすると、まだ2回呼ばないですね。一部の頂点をビジットしてない場合だと、これを呼びます。これをこのグラフで見てみましょう。このグラフで見るか。そうだね。この下のグラフで見てみましょう。あ、間違えた。ループが0から始めるんですね。で、0はまだビジットしてないので、0で、DFS をやる。じゃあ0で DFS して、ビジットして、1をビジットして、2をビジットして、で、このは DFS 終わり。で、ループに戻って1をチェックする。1はビジットしたので、スキップ。2はビジットしたので、スキップ。で、3はまだビジットしてない。ですので、3から BFS、DFS をやる。じゃあ、3をビジットして、5をビジットして、DFS 終わり。じゃあ、4がまだ DFS をやってないから、DFS をやる。で、次は5をビジットしたので、スキップ。
ですので、ここは1、2、3回、DFS をやったので、ケーブルプラス1が1、2、3回を実装して、変更、答えがケーブルマイナス1となります。2つのケーブルですね。例えば、こことここをつないで、こことここをつないで、これは1つのネットワークになりました。もう1つのアイデア、まあ、これは、あと、そのコネクテッドコンポネントの計算になりますが、まあ、あの、授業に、あ、授業3を覚えてみると、UFDS データ構造もありましてですね。UFDS がセットの、いくつかのセット、つないでいるものが同じのセットに、することですね。UFS のコストをちょっと考えましょう。前のコストが、頂点の数かける、前のオグリスムコースが O of V plus V ですね。UFDS の、作るコストが実は O of E ですね。UFDS を作るには全てのエッジを見ないといけない。で、UFDS のコンポネントを数えるには O of V がかかります。ですね。そうすると、あと実は UFDS とDFS のコストが、まあ、この問題ですとあまり変わらない。ただし、この問題が動的で、あとどんどん問題を続くと、どんどんエッジを変えて、ネットワークが変えていくのような問題でしたら、まあ、この場合だと、BFS でやると、まあ、1からやり直さないといけないんですが、UFDS でやると、まあ、それは作り直す必要がないので、UFDS の方が便利かもしれないですね。じゃあ次の課題を見てみましょう。次の課題はフルードフィルですね。フルードフィルって何かというと、まあ、この問題を見てみましょう。この問題が The Biggest Island っていう。この問題があなたがマインクラフトでお城を作りたいですね。でもマインクラフトで大きな城を作るには大きな島を見つかないといけない。ですね、だから、このいうふうな、まあ、上から見てる地図があって、ここから、まあ、一つの島があって、で、ここから一つの島があって、ここからもう一つの島があって、ここからもう一つの島があります。では、この地図の中に、一番大きな島はどれでしょう？これは、グラフ問題なのか？ですね、まずその質問。まあ、実はこれは、この、これはですね、インプリシットグラフという名前が付けます。インプリシットグラフというのは、まあ、グラフではないんですが、このデータはグラフを、なんていう、導入する。グラフをサジェストする。まあ、前みたいにこのグリッドを見ると、このグリッドを見ると自然に、上、下、右、左のつながりが考えられるんですね。ですので、あとこのつながりが自然にで考えているけど、これはなんかグラフという言葉を使わないけど、まあ、これはグラフだろうって思うんですね。で、まあ、これだけじゃなく、地図もそうですよね。東京と大阪の地図っていうと、距離が、東京と大阪の距離が、その重みと思う。また電車の地図で考えると、何々駅と何々駅がつないでるかどうか。それはもうから、インプリシットグラフとなります。ですね。で、なんか何かインプリシットグラフが重要かというと、そのインプリシットグラフの問題ですと、グラフを作ることは必要ない。グラフを作らないけど、グラフのアルゴリズムを使う。ですね。データからグラフを読みながら、グラフの、アルゴリズムを使います。その一つの例が、そのグリッドのフルードフィール。グリッドのフルードフィールがデータから、その、なんかポイントと、ダッシュのデータからフルードフィールをやります。まあ、フルードフィールがどこかに使うかというと、画像のペインティングですね。なんかそのペイント、なんかその MS ペイントで使ったことある人があると思うんですけど、バケツのツールがあるんですね。バケツがここにクリックすると、例えば白いのところをクリックすると、それは全て赤になる。
それはなんかフードフィールドですね。あとなんかゲームプログラミングの中でどこで歩けるかどこで歩けないか、それもフードフィールドで決まることができます。これがフードフィールドか何かというと、ただ BFS、DFS、プラス、つないでるとつないでないタイルの、ラベルをつくことが必要です。じゃあ、さっきのビゲストアイランドの、実装を見てみましょう。これはインプリストグラフなので、インプリストグラフの重要なところが、グラフ、インプリストからグラフに変えるルールがですね、例えば、グリッドの場合ですと、グリッドが上、下、右、左、斜めでつないでるので、この DR と DC、ダイレクション、ローとダイレクションコロン、つまり、縦の向きと横の向き、あ、すみません、縦の向きと横の向きですね。これはまあ、グリッドで遊んだこと人が多分これを見て理解していたと思うんですけど、これは0、1、つまり、1、あと、縦は上、横がそのまま。で、これは縦が上、横上。で、これは縦はそのまま、横上。これは縦は下、横上。これは縦は下、横はそのまま。これは縦が下、横が下という意味ですね。これはなんかこの8つの矢印をフォローすると、あるグリッドに対して全ての、近似の頂点をディズルすることができます。で、これはフルードフィルのアルゴリスムです。フルードフィル X、Y からすると、これは実は、DFS のもう一つの書き換えですね。まず、その XY が地図以内の場所であるかどうかをテストする。じゃなければ戻るんですね。あとは、その、XY、地図の XY の場所をテストする。で、もし、これは、XY 軸が島であれば、その島のサイズが1にする。ですね。で、XY 軸が海であれば、その島から海に変える。それはマークしてね。これはちょっと重要なところですね。地図を変えて、これは2回カウントするしないようにするんですね。で、この島をマークした後に、周りのポジションをすべてフルードフィルをしてみる。そのフルードフィルはサイズを足します。で、すべてその足してから戻ってくる。ですね。前のを見ると、例えば、ここから始まって、このちっちゃい島から見ようとしよう。例えば、ここをマークして、これは海にする。で、サイズが1。で、全部見て、上見てダメ、上、こっち見てダメ。こっちを見て、じゃあ、これは、海にする。で、こっちを見てダメ、ダメ、ダメ。ここは見る。OK です。で、これはダメ、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 ダメ。これは海にして、これは全部回して、これは海にして、ここはポジションは5になっているけどね。で、これは上にして海にする。で、これはもうないから、これはポジション1、2、3、4、5、6。で、この島のサイズが6となります。ですね。で、一番大きな島を数えるためには、まずビゲストを0にして、で、I から C を回して、J から C を回して、Bix が Max の Biggest と Flood Field IJ。これだけですね。では、次は、あと、トポロジカルソート。まあ、言えずに、あるいはトポソートっていう、問題を見てみましょう。まあ、トポソートの代表的な課題が、授業の順番を決まることですね。あなたは、卒業するまでに履修しないといけない授業のリストがあります。で、それぞれの授業に、その上級の授業もあります。ですので、その授業の順番を作らないといけないですね。すべての条件をまた満たす順番を決めないといけない。インプットとしては、M 授業と、そして条件が授業のペアです。この授業がこの授業の条件。この授業がこの授業の条件ですね。で、アウトプットがこの授業のリストです。例えば、5つの授業で4つの条件。授業がグラフと DP と Search と Flow とプログラミング。で、Search の条件がプログラミングです。
VP の条件が search。flow の条件が graph。で、graph の条件が探索。ですね。で、これは、なんか、この条件を満たす準備を見てみましょう。例えば、まずは、条件のないのは、まあ、プログラミングは条件がないから、まずプログラミング。で、プログラム、search の条件、プログラミングだけなので、次は search にしましょう。で、DP の条件は search だけなので、まあ、DP は次。で、flow が graph ですね。じゃあ、flow、graph はダメなので、graph の条件は search なので、次は graph。で、flow は graph の条件、条件は、flow の条件は graph なので、最後は flow。ですので、プログラミング、search、DP、graph、flow。じゃあ、これを解くために、どういうふうにプログラミングすればいいでしょうか。考えてみてください。続きます。まあ、まず、トポソートの定義しましょう。トポソートの定義が、まず、ダイレクテッドグラフが必要ですね。アンダイレクテッドグラフはトポソートがないからですね。ダイレクテッドグラフの中で、トポソートがグラフの、頂点の順番です。この頂点の順番が、i か i が j の前にいる。それは、j から i にパスがないということですね。j から i にパスがあれば、i が j の前にいない。j から i にパスがなければ、i が j の前にいる。ですね。それは、例えば、b から a にパスがないから、a が b の前にいる。c と b の間にパスがないから、c の前に b でもいいし、b の前に c でもいいですね。d から a の a にはパスがないから、a が d の前にですね。ですので、このグラフだと、一つのトポソートが a, b, c, d, e。もう一つのトポソートが a, c, b, d, e ですね。これはなんかトポソートが一つだけではないですね。このグラフがトポソートが二つであります。あと、なんかグラフがサイクルがなければトポソートがある。サイクルがあればトポソートがない。ということです。で、そのトポソートが見つけるために、インディグリーとアウトディグリーを使います。インディグリーとアウトディグリーが何かというと、A が、インディグリーが0。つまり、A に行く、辺が0です。A から出る辺が2。ですので、A のアウトディグリーが2。逆に2を、D を見ると、D に入る辺が2つ。ですので、D のインディグリーが2。D のアウトディグリーが1。E は、インディグリーが1。アウトディグリーが0。ですね。じゃあ、この情報を使ってアルゴリズムを実装しましょう。実はこのアルゴリズムが関法って呼ばれるんですね。関法がトポソがあるグラフのトポソートを見つかるためのアルゴリズムです。関のアルゴリズムの関法のアイディアが BFS で、で、この BFS のリストが、まずその BFS が Q が必要だったんですよね。その BFS の Q に入れる前には、まずインディグリーの数を数える。インディグリーが0じゃなければ Q に入らない。ですね。ですので、まず、まあ、BFS のように Q があってですね。で、ベクタルがトポソート。このベクタルがあとトポソートになります。で、あとこれ重要ですよね。なんかインディグリーの数です。それぞれの頂点に対してインディグリーがどれぐらいです。で、まずが、そのインディグリーを数えます。すべてのエッジをチェックして、そのエッジに対して、そのエッジの目的頂点のインディグリーを上げます。ですね。インディグリー、エッジ、ラスト、i、セコンドをプラスプラスですね。で、次は、for、i から n までに、もしすべての頂点に対して、その頂点のインディグリーが0であれば、その頂点をプッシュします。ですね。で、残りは、BFS と結構似てるんですね。Q がエンプティでなければ、Q をポップして、で、その U をトップショートに入れる。ですね。で、次は、その U の隣の頂点をすべて見る。これはまた、BFS と違うんですよね。D を取って、その D のインディグリーを、マイナスになります。
で、その2を、D はインディグリが0で、0の場合だけ、Q に入れる。0の場合でなければ、まだ他のインディグリがあれば、その D をなんか、あと Q に入れない。ですね。こうすると、トポソートが出てきます。これはなんかちょっと、シミュレートしてみましょう。まず、これは4で見る。すべての辺ですね。この辺をチェックすると、D のインディグリが1ですね。で、この辺をチェックすると、C のインディグリが1。で、この辺をチェックすると、D のインディグリが1。で、この辺をチェックすると、D のインディグリが2。で、この辺をチェックすると、E のインディグリが1。で、これを見ると、私たちの Q が A だけですね。A だけですね。じゃあ、BFS に入ります。Q が A ですので、QA をポップします。で、トップソートが OA 入れます。で、A の頂点を全てをチェックする。A から B があって、で、B が、インディグリが0になっちゃう。ですので、B をインディグリに入れる。で、次は A から C があって、A のインディグリが0になっちゃう。ですので、Q に C を入れる。で、これは辺 A の辺が終わったので、A が終わりました。じゃあ次、Q をポップすると B をポップします。ですので、トップソートに B を入れます。で、B の辺が B から D ですので、D が、インディグリが1になる。まだインディグリが0なので、D はまだ Q に入れない。で、これは B が終わります。で、次、C をポップします。C をポップすると C をトップソートに入れます。ですね。で、C から出てる辺を D に行くので、D の辺を1個減ります。D の辺が0になったので、D を Q に入れます。で、次、D をポップします。ポップするので、D をトップソートに入れます。ですね。で、D の辺が E に行くので、E はインディグリが0になるので、E を Q にポップします。プラッシュします。で、次は E をポップして、トップソートに入れて、変がないから終わりです。で、これで、トップソートができました。はい。じゃあ次。じゃあ次は、バイパタートグラフの着について説明します。バイパタートってなんか微分グラフっていうので、まあ簡単に考えると、微分グラフはこの図のように、右と左にきれいに分けてるグラフですね。これは右の赤のノードと、右の青のノードと左の赤のノードとなります。で、右と左を見ると、右の間にあと辺が引いてないし、左の間に、辺が引いてないということがわかる。ですので、あと完全に右の辺と左の辺に分かることができます。ちょっと数学的に考えると、グラフ VE が微分の定義というのは、その V が2つのサブセットに分けることができます。V1 と V2。で、V1 と V2、V1 の中と V2 の中に辺がないっていうことですね。V1 の間に辺があれば、バイパタートではない。つまり、V1 と、この条件を満たす V1 と V2 に分けることができなければ、微分グラフではないということですね。実は微分グラフがいくつかのアルゴリズムに出てきます。特に来週のフローが、微分グラフがとても重要なことです。これだけじゃなくて、人工知能に欠かせないニューラルネットワークのグラフがほとんど B パタートですよね。なんかインプットレイヤー、次のレイヤー、インプットレイヤーと次のレイヤーを見ると、これは B パタート。で、このレイヤーとこのレイヤーを見ると、これも B パタート。で、このレイヤーとこのレイヤーを見ると、これも B パタート。で、このレイヤーとこのレイヤー B パタートで、このレイヤーとこのレイヤー B パタートですので、実はこの条件を続くと、グラフは全てはバイパタートになります。ですね。まあ、これは、あと、ニューラルネット。なんか、そうでもないニューラルネットワークもあるんですが、
通常のニューラルネットワークがビパタイトグラフ、微分グラフとなります。では、皆さんのクイズ。あるグラフに対して微分であるかどうか、どういうふうにチェックするのか。これ難しくないから、10分ほど考えて、実装してみてください。では、ポーズして、続けます。まあ、ビパタイトのアルゴリズムがこんな感じです。実は BFS、DFS で簡単にチェックします。何か変わるかというと、BFS、DFS で新しい、頂点をビジットするときに0か1をマークします。隣同士の頂点が同じ色、0か1の色であれば、グラフが、微分グラフではないということですね。コードがこんな感じですね。これは、BFS ですので、Q が入ってますね。これは Q、BFS の Q。で、これはスタートノード。で、これは、コーラーからのベクターです。このコーラーが、頂点のサイズで、まずはマイナス1、色がなし。マイナス1の色と0の色と1の色ですね。で、最初のノードが、色が0にします。ですね。で、最初は何もわからないから、このグラフが微分だと、考えます。途中で微分ではないと理解するかもしれない。じゃあ、これは BFS のループで、Q がインプット、Q が入っているものながら続く。あと、なんかバイパタイト、まだこのグラフは微分であれば続く。ですね。で、これは BFS の鳥にまずポップして、で、すべての、隣の頂点をチェックします。で、V がその隣の頂点、チェックしている隣の頂点。もし V が色がなければ、じゃあ V が、U の反対の色。あ、これは I じゃなくて U ですね。ごめんなさい。これは、V と U、V が U の反対の色となります。ですね。で、V をプッシュします。これで終わりです。もし V が色が入ってるならですね。もし V の色が入って、V の色と、U の色が違ければ、まあこれは大丈夫で V をもうビジットしたのでスキップすれば。でも V の色と U の色が同じであれば、V と U がつないでて同じ色ですので、これは、微分グラフの、失敗になるので、微分グラフではないっていうことを、決定します。簡単に言うと、こんな感じですね。ここから色が0で始めて、隣のノードが青と青にマークします。で、その次、隣のノードが逆の色ですね。赤、赤、赤。で、次、隣のノードが青、青。で、これはすべてのノードをビジットして、色の、同じ色が、の隣のノードが見つかなかったかな。このグラフが微分グラフです。まあ、実はこのグラフが微分グラフで、ノードのかなり、ノードを並び替えすれば、こんな感じになります。では、次は、アーティクレーションポイント&ブリッジになりますので、今の問題と比べて、アーティクレーションポイントとブリッジのアルゴリズムがやや難しいですので、ここでビデオをポーズして、残りが次のビデオで説明します。じゃあ、このビデオが以上です。